やばい、どんだけ来んの。どうする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 ジャンプジャンプ、わーうまい、うわー、やりおる天才現る、すごいね、やったぜ、まさかのノーミス、うわうわ、これはもう下手とは言わせないだね。いや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 、ちょっと怖すぎたね今の。でもね、よし、あいつやっぱ首無限に伸びてくんだね、やばいね、うん、ちょっとまたでもね、なんかマップが変わった感じが。そうだね、でもこのまだ学校の施設内なのかな、なのかな、ちょっとまた不穏な音鳴ってますせ、怖いね、なんでこの学校を選択したんだろうね。確かに他いっぱいあるのにね、建物。いやだからやっぱこれなんていうか子供の恐怖体験みたいな感じなんじゃ、あれシックスさん余裕ですね。シックスさんはもう一回クリアしてますから。そうですよね、うん、うわーこれね、ほんと幻想的なんだけどね、このまた電柱とかもね。そうだね、なんかでもさ、このお話がさ、まだシックスがレインコート着てないじゃん、うん、はい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 、ってことはリトルナイトメアよりも前の時間軸っていう可能性もある。うわこれ天才的考察なのでは。うわまた、うわ脱ぎっぱなしの人だ、空っぽサラリーマン、ちょっとそれもなんかね皮肉が効いてるけども、これでもなんかおしゃれだな。さあ、またテレビあるよ。やっぱテレビは結構鍵なんだね、回電波。これはこれはこれは上上か、奥行けるか、奥行ける、奥行けないね。あ、閉めればいいのか、こっちか。そうだ、こと閉めればいい、これでバタンで普通に俺、はい、行けてんじゃない。いや、行けてるよ。はーい、はい、で、ギリギリ届くぐらいの距離だ。ちょっと行けるかね、これ。よっちょっとシックスの行動を見てみようか。うん、寒がってる、寒がってる。もう飛べと、ちょっと操作していいですか、じゃあ。お願いします。もっと手前にして、あ、確かに、あー、でもこれ、おい、行けそう行けそう行けそう、あ、この距離なら行けそうだね。よいしょ、 OK OK、ふう、素晴らしい、ありがとうございます。いやうわあれ、あ、やるか、イケボポイント。おーまか、声が低くなってる。お、あれ、なんか、なんだ黄色いのがあるよ。なんだこれ、なんだこれ、なに、お菓子、なんだこれ、お、あれ、あ、レインコートだ、あ、うわあ、おお、来たー。あ、寒がってたもんね。そっかそっか、わあ、アイデンティティ実績のロック解除。なるほど、来たねこれ。じゃあやっぱあれなのかな、前なのかね、前の話なのかな、もしかして、かもだね。これじゃあまたシックスジャンプで、うん、おい、でもさ、俺らあらすじ読んでたから、うん、これがシックスだって分かったけどさ、はい、あらすじ読んでなかったらここでもっと鳥肌立ったんだろうね。そうだろうね、ちょっとお前シックスだったんかい。なんかね、今度はまた、あ、はい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 、まあなんかここら辺の外のパートは敵にあんま追われるっていう感じじゃなさそうだね。ね、あんまいないよね敵が。うん、はい、行かせていただきます。はい、でそれも普通にジャンプで越えられ、あ、でサスケか、サスケ、あ、サスケいける、あ、サスケ、あー、なんだ、普通に忍者だ、忍者、あ、いけますね、はい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 、素晴らしい。これを押してあげて、で、シックスクルー、クルーで、二人で、で、二人で行く。あの先生が怖いね、本当に。結構このゲームの敵諦め悪いもんね。包帯、なんだ包帯、今チラ見したね。うわこれなんか来んじゃないのこれ。ベッドが上から落ちて、これ何の部屋だ？光さしてるよ。さしてるね。どうよ。どう？お、卒業式。卒業式じゃん。あれ？実績ロック解除、卒業式。え、何？もうじゃあ学校終わりってこ？いや、え、ここじゃだ。え、病院かここ。なんかね、さっきもちょっと包帯とかあったもんね。うん。学校の、え？うわ。うわ、いやでも病院だったらもうやばいでしょ、なんかメスとかさ、あ、なんかいるんじゃない、奥になんかいる、車椅子、うーわー、
人形だと思いたいね。あのパターンの敵出てきたらちょっとビビりすぎてやばいだろうな。めちゃくちゃ早く移動してくるかもしんないもんね。ねえ、あれカラ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 っつってね。うわー、これ痛い。うわー、危ない。うわ、結構アクション要素だね。もうジャンプして飛び移って、おお、さすが、さすがシックス先輩。パイセンすごいね。あー、でさらに左に行って、こっちか。で、あれ、なんかシックス急にもうあっ、やばい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 、奥行き、これね、やっぱ奥が難しいね。奥難しいね、これ。はい。オーケー。よーし。いや、しかしこの空間は何なんだろうね。宙吊りのベッドが。完全人為的なものですよね。お前たちは夢の世界にいるよっていう暗示ですか。なんだかね。何かスイッチがありますね。押してみましょう。あ、ソケットだ。え、明かりだね。え、あー、これ新ギミック来たな。これなんかはめたり取り外したりしながら進むのかね。やだよ、暗いとこ。なんかでもさ、前回のさ、はいはい、敵、最後の敵、あの鏡で倒したじゃん。あー、そうだね。ちょっとそれっぽくない？なんかじゃあ光で、なんか光で倒すのか、まあただ単にこういうことなのか。あ、こういうことだわ。こういうことか。なんか、え、何？いや、これ下、下、あー、うわ、なんだ、エレベーターか。やばい、やばいやばい、なに、うっ、なに、待ってください、やめてください。あー、え、あ、ダメなんだ。死んだんだ。え、なんだ、死んだんだん。これあれじゃないの、そのライトをさ、投げ入れるとか、かもしくは他のものを投げてみて、ちょっと一旦様子を見るとか。あ、そうだね。ちょっと一回これ投げてみますわ。一回行ってみようか。ほい。あ、やっぱ軽いんだ。軽いね。じゃあやっぱこれをもう開けてみよう。あ、でも結構早いね。あ、ダメだね。これさ、例えばジャンプしてすぐ左側に戻るとかは。あ、まあでもそれも意味ないか。あ、でもありかも、ありかも、ありかも。一回ガタン来てから、あ、それで、あー、うわー、ダメか。あ、じゃあ、もうここまで来たらダメなの。もうダメだ。あ、もしくは、分かった分かった、あれジャンプを繰り返すから落ちていくんであって、あー、そっか、一回ジャンプしたら一回ガコンじゃない。なるほどね。あ、やっぱり、あ、ぽいね。え、あれ、待ってください。あ、で、でだ、で、ここだ。あ、いけた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 。よーし。よいしょ。オーケー。あぶな。いやー、よかったよかった。じゃあいいっすか。え、懐中電灯。懐中電灯が。あ、でもマジで暗いね。これ絶対やばいって。絶対これ光で倒す系じゃない？掴む。うわ。え？え？あ、ライトを使う。丸だ、丸ボタン。B だから。うわ。いや、これ。うわ、やばい、怖っ。これ俺苦手なタイプだぞ、このプレイング。行ってくれ。うわ。基本でもつけっぱでいいんじゃない？えー、怖っ。うわ、目が。それどうやって操作してんの、ライト。もう向いた方向？上とかは？あ、いける。あ、いけるか。いけるいける。うわー、ちょっと複雑だよ、操作性が。うわー、これ結構きついね。いや、でも別に暗いだけだと思うから。つけてこうよ。つけてこう。なんかに見つかっちゃうんじゃないの？いやー、でもなんか、暗い。いや、これなんかいそうじゃない？でも、消したら何にも見えないからな。とりあえず進んでみっか。心もとないね。うわ、ライトの奥行きも、なんかもあれ、なんか、うん、なんか奥から来そうだよね、急にね。だよね。病院も子供のね、トラウマというかね、うんうんうん、いや、ほんと子供の時ってね、うん、めちゃくちゃ怖いもん。特に夜のさ、こういう、そうだよね。あ、これ車椅子
大丈夫っしょ、誰も乗ってないし。これもう絶対なんかいるでしょ。これいるね。ねえ、行くよ。心してください。あ、自販機。あ、なんかいるぞ。え、なんかいない？え、この奥側っていうかさ。いや、気のせい、気のせいじゃない？あれスタンドか？スタンドの下のなんか椅子とかじゃない？ちょっとなんか飲みたいっす。疲れたよね。お、めっちゃ出てくるじゃん。飲み方か。あ、でもこれ使うのかもね。無限に出てくるってこと。うん、あー、はい、そこに投げて、はいはい、おー、ナイス。オッケーだけど、やばいな、ソーマの方が操作上手いかもしんないな。うわっ、あー、また電波だ。あー、回電波だ。やばいやばいやばい、止めに行かなきゃ。うわ、これ大丈夫？行って。うわ、みんな首ない。あれ、あー、でも人形だ、人形。モノ頑張れ。あ、でもこの回電波を受けると、うん、人形になって最終的に体が消える。なるほどね。あー、その真ん中にずっと。あー、そうだそうだそうだ。あー、なるほど、ね、はい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 、わかりました。結局ここなんだよね、行き着くのはね。うわ、これほら、やっぱ夢の中でね、うまく動けないからさ。これでとりあえずテレビを止められたとってことでいいんだよね。こわー、ここ。ちょっともう行くしかない。やばいね。あー、またソケットあるね、ソケット。あ、はいはいはい。だ、下の部屋とかでこのソケットを2個ゲットしてエレベーターが開くのかな。ってことですか。うわっ、さすが人形っすから。人形ですから。これでもそろそろ。あ、ここもソケットがね、いっぱいあるね。ソケット祭りだ。どっかに、じゃあまず1個目が。うん、多分今までのとこにってわけじゃないよね。いや、下の多分右の部屋だと思うよ。これ多分まだ開かないから。あ、やっぱまだだね。か、右にも部屋あったから、ね、そこにももしかしたらあるのかも。うわぁ、うわ、なんだそこ。これ、何エレベーターか。何何何、あ、エレベーターか。ちょっと一回まず右見てみようか。一回右ね。うわ、レントゲン室。レントゲンだ。クマが鍵飲んでる。これ後々ヒントじゃない？これヒントっぽいね。これ何？おぉ、レントゲン撮ってる。チャオ。あ、わかった。わかったわかった。なになになに？ここにいろんなものを持ってきて、うん、あ、でな、中に何か入ってるか見るんじゃない？あ、クマあるじゃん。え、おい、なんだ？いや、ちょっと。え、クマもあるけどさ。やばい人形、ちょっと。え、でもさ、シックスなんでそれ持ってんの？一回これ見てみる？はい、シックスさんどうぞ、お入りください。あ、なんか。なんか、なんだ？あー、だからシックス的にはこういう感じでレントゲンしなさいよっていう。ヒントね。じゃあやっぱクマちゃんじゃない？君でいいんですかね。うん、この右のやつやばない？うわ、あ、いいいい。いや、一見ほっこりだけどね。邪魔。あれ、でもクマじゃないっぽいね。いや、やばいでしょこの人形。年季入ってるね。怖い。やば。これでもさ、結局中に何かあってもさ。あ、いた、はい、あった。これどうすんのよ。引きちぎるとか、それか、その、うん、あの奥のさ、もう一体あるぬいぐるみの中に刃物が入ってるとかじゃない？よっ、ありそうっちゃありそうだけど、まあ、ちょっとこっち止めるか。これ一回乗ってみる？あ、行くんだ。あ、それを持って上、下か、下、下になんか手術室とかあるんじゃない？あーね、そんな感じするよね。一回ウサギ持ってってみるか。そうだね、ちょっと一回、じゃあ戻る。あー、ほら、遺体安置室だから。はい、OK、見えてきた。いや、もうそれで取れてくれ。それで首取れてくれ、ね、いやー、怖い、これやばうわ。さあ、じゃあ右に行けばいいのかな。この中に入れんのか。これなんだ。あーね。あー、はいはい、はい、焼却ね。はいはいはい、オッケー。ここに入れんのか。なんかやっ。いや、ちょっと、ま、危ない危ない危ない。ちょっと一緒に入って。うわ。手とかあるじゃん。何よ。もう一回やっちゃうよじゃあ。お願いします。シックスはどうしてもあれを入れたかったんだね。なんだろうね。なんか。
あのアヒルにもあんのかな、ソケットとかあんのかな。まあなんかちょっと光こんな大きさには見えなかったけど、でもなんか若干光ってるっぽかった、もしかして。あ、なんかないね。ただ単にシックスはあれアヒルを燃やしたかっただけそんなことあるかい。まああと見てないのあれか、右上の部屋だ。右上だよね。こっ、あー、あるね、ここ鍵だ、ね、はいはいはい、はい、では私がちょっとお願いします。変わらせていただきます。うわイエーイ、うわうわうわ、はいはい、うわねえ、うわ、これがこれオペ室なんじゃないの。やばいよこれ。いやへえ、なんか来そうだけどね。うわ、球体関節人形みたい。うわ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 、どっち行く、どっち行きたい、これ手前奥、奥から行ってみるか。奥行こう、奥行こう。やばい音、いやこれソロ、うわうわ、アヒルもいる。あ、あ、いる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 。あ、うん、また俺が来る。こんな服が来る。うわうわ、これなんか全部バラバラって崩れてきそうで怖いよ、ね。いや怖い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 。もう。すいません先輩。ああ、もう来んじゃない来んじゃない来んじゃない。俺一人ぼっち。ああだね。なんかしなきゃいけないんだじゃん。やだよ。やばい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 。やだよ。おわらま、じゃあ文字さんじゃないんだぞ。頭ないから。もう。まず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 。なになになに、手が今ビチビチビチって。なんで、なにこれ、どういうシステム。おいけそうだ。あ、びっくりした。やばい、でも予感がする予感がする。やばい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 。まあでも手だけだからね。手が手だけだから。うわあ、なんか、うわあ、うわあ、うわあ、なに？マジか。でもちゃんとこの瞬間を見極めれば回避はできる、はいはいはい、回避はできる、はいはいはい、 OK。 あ、こいつら縦の移動できないっぽいね。右やん、右右だね。え、ちょっとめっちゃ待ち構えてんじゃん。縦移動できないっぽいね。でもジャンプとかは、おい、登る？どこだどこだ、この右側登れんじゃない、ここか。あ、違う、てかその網のとこさ、網のとこな、うんうん、オッケーオッケー。お、どうだどうだ、あ、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。天才、来ないやろ、オッケー、来ないね、来ない、よし、オッケー。なんだ、あ、来てる。ごめんなさい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 。え、これダメなんですか。いや、来んのかよ。あれ来んのか、じゃあ早めに動かないといけない ね、 だね。これライトとか意味ないのかね。ライト全然意味ないよね、関係ないね。あ、もうこれでいけちゃうんじゃない、いけちゃうんじゃない、もうすぐ行っちゃう。でもすごい来てる、すっごい来てる。これこればっかりは、こればっかりは、こればっかりはゴリ押し、こればっかりはゴリ押しで、ここはもうでもそれしかないんじゃない。どうだ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 、来る？いや、まだ来る、まだ来る、まだ来る、もう来ないでよね。オッケー、びっくりした。なんだあれ、で、でだよね。でもなになになに、なに、なに、どっから聞こえてる。上から来た、上から、右、この近場で避けたい。はい、はい、オッケーオッケー、うまい、オッケー。これでも来るね絶対。来るよね。下にいる言いそうだよね、もう。あれ？あ、でも。おーいだ。先行ってね。先回りされてるな。あ、お。だー。あー、よし。よし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 。武器だ武器。うまいうまいうまい。来い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 。よっしゃ。待って待って、一回懐中電灯、一回中電いらないのよ。懐中電灯ね。なに、なに、ここに、よっしゃ。
よし、もう一回、よしよし、もう一回か。まだ来そうだな。まだ来るのか。来る来る来る。わー、こいつ。はい、オッケーオッケーオッケー。あと1回ぐらいだろう。絶対あと1回ぐらいだろう。はい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 。え、こいつ同一個体、同一個体だよね。いや、違うのか。違う、何、1回避けてくんのか。こいつ避けてくんな。はい、オッケー。お、いった、いったっしょ。これいったっしょ、いったっしょ、いったっしょ。念のためね。よし、あ、ソケットある、ソケット。あ、あったあったあった。危な。これなんかでじゃあシックスにパスできるのかな。かな。でソケット入れてもらったらドアが開くみたいな。ここ引っ張って、で、で、あ、これがもしかしてこのソケットを投げ込んで、あ、それかハンマーかな。あー、ハンマー、あ、あ、いったいったいった。オッケー。結構強引なのね。強引だ。痛いよこれ。刺さっちゃうんじゃない？ちょっとね、ジャリジャリと。あ、これでまあじゃあ1個で、これあれじゃない6、あれ6、あ、痛い痛い。何してんの6、何してんの。ごめんね、お待たせ。ごめんごめん、ごめん、ま、待った。ごめんごめん、指パッキー、それやらない方がいいよ。怖い、6、怖い。それあんまやりすぎると良くないんだってさ言ってた。これじゃあ一回あれだよね、左の。これ左だね。うん、はい、じゃあちょっと急ぐ。ライトいつ使うんだろうね。え、今のところなくても余裕だよね。だよね。うわ、赤い、赤いよこれは。まずいよ、赤はまずいよ。ケンショウさんも言ってたからね。ケンショウさんもなんて言ってたのよ。赤はあかんっつってた。ホラーゲームの赤はあかん。あかん。ナース。でも人形だから。ほんまに？これ俺分かっちゃったわ。分かっちゃった。暗くするじゃん。うん、暗くしたら動く、人間になるんじゃない。まさかそんな。お、お、ほら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 、え、ほらほらほら、どうせ、え、これどうす、どうし、どうしよう。しばらく持ってて、こういうことだ。そういう、やっとここでライトがね。バカ、バ、ず、やばこれ一回でも通れるような隙間作らないといけないから。これでももういけんじゃないの。いけかな。バケツ、うわっ、おおおお。え、これでも通れるよね。通れるよね。通れ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 。いっちゃいっちゃい。あ、ナイス。ああ、うわあ、だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。だ、え、これさ、開けてくる、開けてくるよね。いや、さすがに開けてこないんじゃない。あー、大丈夫だよね。しかもそこ明るいし。確かに。うわうわ、そいつ大丈夫なんだ。うわ、そいつやばいね、あいつ。まあ、いざとなったらなんかちょっと照明が焚かれてるとこに行くとか。あの、すごいなんかかっこいい人いるんだけど。いるね。そっち行くの。ちょっと一回左、一回左でね。ダメですね。ダメだね。そのさ、その落ちるやつ、ね、それって武器じゃないの。あ、それは持てないんだ。持てないね。じゃあもう普通に行くしかないね。いや、この三重詞やばくない？なんかその三重詞やばいね。やばいよね。でも奥じゃない、動いてくるとしたら。その三重詞かな。うわ、絶対奥だよ。いや、やばいやばいやばい。いや、こいつ照らしながら行こうよ。いや、なんかね、勝手にずれ、これ、え、左の穴だね。ここ左の穴、うん、うまいうまいうまい。うわうわ、もう、ちょっと待って、ここは、この暗さはやばい。この暗さはやばい、絶対なんか来るって。ドイツが動いてくる、ドイツが動いてくる人形なのか教えてくれよ。こいつじゃないっぽい、こいつじゃないっぽい。おい、いや、めちゃくちゃいる。やばいやばいやばい。でもなんか、あ